コンバッションエンジニアリングはアメリカ合衆国に拠点を置き、化石燃料火力と原子力の両方の気力発電システムの分野で主導的な地位を占めていた多国籍企業。全世界に約4万2000人の従業員を抱えていた。本社は最初ニューヨーク市にあり、1973年にはコネチカット州スタンフォードに移転した。 コンバッションエンジニアリングはサンダース以上の企業を参加に収めており、元従業員には世界各国の政府や主要なエンジニアリング企業において指導的立場にあるものも多い。しかし、1990年代初めにはアセア・ブラウン・ボベリに買収され、2000年にボイラー及び、化石燃料事業がアルストムに、原子力事業がウェスティングハウス・エレクトリックに、 それぞれ売却された。白用ボイラーを製作中の溶接工。1942年、テネシー州チャタヌーガにて、世界最大級の冷感プレス装置をメンテナンスする従業員。1942年、テネシー州チャタヌーガにてコンバッションエンジニアリングは1912年にグリーブグレートカンパニーとアメリカンストーカーカンパニーという当時著名な 焼却設備メーカー2社が合併して設立されたストーカーはストーカーである。両社とも本社はローアーマンハッタンにあった。1920年4月には外区がアライアンスリアルティカンパニーからリースされ、その年の5月から8階建ての本社ビルの建築が始められた。1920年代にはコンバッションエンジニアリングの代表的な製品はイギリスで設計された。 E 型ストーカロであったが、それ以外にも様々なストーカロを製造していた。当時、ストーカロはすべて、ピッツバーグ南部のモノンガヒラ川に面した工場で製造されていた。1925年には、ミシガン州ディアボーンにある、フォードモーターのリバールージ工場に、蒸気ボイラーを納入して、同事業に参入した。また、製造能力拡張のため、 テネシー州チャタヌーガのボイラー製造会社を2社買収している。大恐慌の間、コンバッションエンジニアリングはスーパーヒーターカンパニーと提携を結んでいた。蒸気機関車で加熱水蒸気が利用されるようになったことから1910年にロコモティブスーパーヒーターカンパニーが設立された。スーパーヒーターカンパニーの工場はインディアナ州イーストシカゴに置かれていた。 1948年12月には、スーパーヒーターカンパニーとの合併が、株主の承認を得るに至り、社名がコンバッションエンジニアリング、マイナススーパーヒーターと改められた。1950年には、バージニア州チェスターにある、バージニアエレクトリックパワーカンパニーの大型高圧蒸気設備の建設計画が発表された。1953年には、社名から、 スーパーヒーターが外れ、コンバッションエンジニアリングとなった。この時点では、コンバッションエンジニアリングは石炭および石油を燃料とする火力発電所向けボイラー設備等の設計、製造を主力事業としていた。1950年代中盤には、コンバッションエンジニアリングは、ニュージャージー州ブルームフィールドのラムズカンパニーを買収し、石油およびガスの探査、採掘、 生成や石油化学プラント事業にも進出した。ラムズカンパニーは石油増進回収用の小規模蒸気供給設備事業も行っていた。コンバッションエンジニアリングはアメリカ海軍の蒸気タービン推進船向けボイラーの主要サプライヤーであり、第二次世界大戦中に大量建造されたリバティ船を含む多数の艦船に採用された。数ある艦船の中でも 1960年代から1970年代にかけて建造されたノックスキュフリゲートでは全46隻にコンバッションエンジニアリング生 1200PCQ パワープラントが搭載されている。コンバッションエンジニアリングは石炭滝ボイラー分野でも世界で主導的な地位を占めていた。コンバッションエンジニアリングは現在の微粉炭滝ボイラーで採用される。 タンジェンシャル燃焼技術に微粉炭を吹き付ける技術のパイオニアであった。また、コネチカット州ウィンザーにボイラー内の気流や設計要素の変更の影響を確認できる大規模な石炭燃焼試験設備を保有していた。1955年には当時の社長アーサー・サントリーのもとで原子力事業を開始した。これはコネチカット州ウィンザーの施設での原子力潜水艦の 開発に始まる。1950年代中盤から1960年代初めにかけてコンバッションエンジニアリングは連邦政府との契約に基づきアメリカ海軍の原子力潜水艦に核燃料を供給した。また、ウィンザーの原子力推進訓練施設に感染用原子炉原型炉 S1C を設計、建造した。原型炉 S1C は研究開発用。 訓練用原子炉として、10年以上にわたって、コンバッションエンジニアリングによって運用された。コンバッションエンジニアリングの契約万了後には、ノルズ原子力研究所が引き継ぎ、1990年代終わりから2000年代初めに、かけて、退役、廃炉となるまで運用していた。1960年代には、コンバッションエンジニアリングは、原子力発電所向け蒸気設備の販売を開始した。 最初の商用設備は、ミシガン州のコンシューマーズパワーカンパニーが設置した、パリセード原子力発電所に納入された。コンバッションエンジニアリングはこの分野において、ゼネラルエレクトリックやウェスティングハウスと、熾烈な競争を繰り広げた。1960年代後半には、電力会社への原子炉設備やウラン燃料の供給を、開始した。1968年4月には、 ハウストンナチュラルガストランチャーズエクスプロレーションデベロップメントとの合弁を発表し、ニューメキシコ州の1000平方キロメートルのコ区でウラン炭鉱を実施した。コンバッションエンジニアリングの原子炉設計は優れたものであると信頼を集めていた。これは実際に競合するウェスティングハウスのものと比較して10%以上高い出力が得られたことで証明されている。 この高効率を支えたのは、コンピュータを用いた、露出運転限界監視システムの子会社となった。コンバッションエンジニアリングの巨額の負債と、アスベスト被害保障は2000年代初めにアブグループを破綻の瀬戸際にまで追いやった。アブグループは、コンバッションエンジニアリングとラムズグローバルに対して、アスベスト被害の保障を求めて提起された訴訟を解決するため、 和解金として10億ドル以上を拠出することになった。アブとアルストムは1999年に両社の電力部門を接班出資の合弁事業として合併し、アブ、アルストムパワーを設立した。2000年にはアルストムがアブを買収した。ありがとうございます。